しんちゃんです。今回はですね、趣向を変えまして、これをね、アームを買ったんですが、まあよくあるタイプの分ですね。ただね、これね、今モニターやら何やらつなげてるんですけど、これがね、いかない。これがね、入らんのね、これね、こうか、入らんのね。で、今回ここをね、ちょっと加工しようかなというところで、作業にし、ここを、ここをね、取り付けれるようにカットして使い勝手のいいようにしようかなと思ってます。ういっ。ここまで完了。どう取らなかんの。あ、いいね、いいね。これでどう？あ、いいか。こんな感じ。スキッと、お、いいね。入るね。できんじゃねえの。はい、このままでこういって、あ、いできた。いいね。お、いいね、いいね。ほい、 OK。 はい、てってれー、出来上がり。はい、どうも、しんちゃんです。今回ね、まだ4巻長い、4巻のここまでかな、ここまで作りましたよと。次ね、この屏風のところね、この辺やっていきましょう。はい、
はい、どうも、自称オカルト研究家しんちゃんです。最初の頃のね、動画でもお話ししたと思うんですが、以前よりね、怖い話が大好きで、まあオカルトラジオさんという YouTuber さんのね、怪談をずーっと今まで聞いてきてまして、まあ YouTuber で名前を一番最初に覚えたのも多分オカルトラジオさんやったかと思います。ピコ太郎さんとかより知ってたかも。でね、まあ今ね、時期も時期でちょうど世間が夏休みに入ったぐらいの時期なんでね、夏真っ盛りということでね、今回はタイトルにもあった通り怖い話です、もう怖いですね。ちょっとね、苦手な人もいてると思うんで、最悪飛ばしていただいてもいいかなと。最悪ね、ちょっと頑張って聞いてみて面白かったっていうこともあるかもしれないんでね、まあ、そこはちょっと自己責任でお願いしたいなと思います。で、そこでね、じゃあ何の話をしようかなとずっと考えてるんですけども、まあ鉄板ネタ10選の中でね、ちょうど真ん中あたりかな、真ん中より上位かなぐらいのお話をしたいなと思っております。で、これはね、僕がまだね、若かりし学生の頃のお話だったんですけど、ちょうどね、その当時仲良し5人組の中でね、一人 M ちゃんという女の子がいてまして、まあいろんな話をしてる最中にね、なんか怖い話ないと唐突にね、話、いつも言っちゃうんですけどね、怖い話で、この怖い話ね、みんなないなー言って、いや俺あんま知らん、私ちょっと分かれへん、一人ね、 M ちゃんだけね、あるよ、私あるよってちょっと食い気味でね話してくれた。このお話、この M ちゃんのお姉さんの娘、メイちゃん、ちょっとややこしいんですけどね、めいっ子のメイちゃんのお話をしたいなと今回は思っております。で、その昔ね、めいっ子のメイちゃんがまだ 4,5 歳ぐらいの頃ですね、ある日台所でね、お母さんが夕飯の支度をしてて、夕方前ぐらいかな、めいちゃんがテーブルに座りながらね、お母さんお腹すいたって言うんですって。まあいつものことで、まあそう言うやろうなと思ってたんでね、お母さんはまあプリンとかヨーグルトとか用意してるから、冷蔵庫にあるから食べていいよって声かけたんです。今までそれを言ったことが初めてではないんですけど、めいちゃんの反応がね、初めての反応だったらしくて、冷蔵庫にマナブ君おるから嫌やっていうわけですよね。もちろんお姉さんはね、そんな気持ち悪いことを言わんといてよってすっごい思ったんですけど、もうね、もうちょっとお姉さん曰く、ちょっとグロテスクなマナブ君像を想像してしまったみたいでね、開けるのめっちゃ怖いわけですよ。で、その中で、マナブ君ってどんなんやろうな、いや、まだ開けなあかんしな、冷蔵庫ね、夕飯の支度中なんで。で、そんな中でいろいろ考えが巡るわけですね。で、今まで現に夕飯の用意もしてて開け閉めしてる状態の中で、いや、マナブ君らしき何かはなかったわけですよ。で、まあちょっと勇気振り絞ってね、冷蔵庫をバッと、ちょっとね、怖さがあったんで勢い余ってね、バーンって開けちゃったんですけど、まあ、もちろんね、何もない、さっき開けてた状況を思い浮かべたのと同じ冷蔵庫の中身だったんですね。で、まあ
いやもうなんか変な気持ち悪いこと言うなみたいな、なんか変なテレビでも見たんかなと思っとったんですけど、そのねまた1週間後ぐらいの家族みんながお休みの日よね、朝お姉ちゃんと旦那さんと1階の寝室で寝てたんですけどね、ちょうどその真上の部屋がねめいちゃんの子供部屋になってまして、朝ねお姉さんが目覚めた理由が上で足音がパタパタパタと音がしてたんですね。あ、もうめいちゃんもう起きてるんや、こんな早い時間からあの子起きてたんやと思って、まあ、ちょっと一人でね部屋おらすのもなんなんで、ちょっとお母さんが覗きに行こうかなと2階に上がっていくわけですね。お姉さんねパッとめいちゃんの部屋開けるとね、めいちゃんそのまま寝てるんですよね。布団もね今なんか暴れててお母さん来たぞっていう寝たふりの感覚じゃなくて、いやほんまに今寝てましたよっていうのがちゃんと理解できるぐらいの寝方してたんですって。ですぐにめいちゃんがガバッと起き上がって、もうお母さんせっかくまなぶくん遊びに来てたのにって言ったんですって。その瞬間昨日の夜ちゃんと戸締まり、まあ毎日ですけどね戸締まりしてるめいちゃんの外側の窓の扉がねパシャって閉まったんです。開いてなかったのにパシャっていう音がして閉まったんですって。もう確実にお姉さんは閉まった。でもお姉さんパニックですよ。もうめいちゃん抱えて1階の旦那さんがいてるね寝室にまあ駆け込むわけですね。でちょっと聞いてちょっと聞いてと、もう猛ダッシュしてハーハー言いながら旦那さんに事の顛末を伝えるわけですね。で結構ねこれぶっ飛んだ話ですよね。ちょっと想像してみたら、休みの日に朝起きて嫁さんがちょっと聞いてよって、窓が勝手に閉まったらのまなぶくんっていうなんか存在、え何何ってなりますよね。それがまあちょっとねすごいパワフルな理解力を持つ旦那さんやったらしくてね、いやそれは怖いなと、やばいんじゃんっていう話になって、まあそこからねちょっと夫婦間で話して出た結論が、実家のお母さんにちょっと相談しようということになりまして、まあそのままお母さんに電話するわけです。でちょっと待っときなさい、調べてみるからっていう話で、まあ1時間もせんうちにね折り返しの電話があって、お母さんから霊媒師的な人がねいてるっていうことで、まあ、そこ紹介されて行ってみました。ただ1週間そこからね2週間経ってもまなぶくんの話はちょいちょい出てくるし、もう嫌やけどめいちゃん一人に刺すのも嫌やし、子供部屋に行ったらまなぶくんがバシャッと戸を閉めてみたりとか、足音がめいちゃんの部屋だけじゃなくて階段上り下りしてみたりとかね、えちょっと良くなってるよりかは悪くなってないっていうようなそんな感覚になってるらしくて、ちょっとひどくなってるみたいな感じだったんですね。でそれもねやっぱ2週間ぐらい経ってやっぱり全然違う、おかしい、余計悪くなってるっていう旨を、まあ、また実家のお母さんに相談するわけです。でねお母さんも、あ、わかった、ちょっとほんまにもっともっと調べてみるからもうちょっとだけ待ってっていうことで、ほんまにね3日後だったかな、お母さんから折り返しの電話があって、ごめんねお待たせしたね、おっとお母さんねちょっと急な性格らしくて、もう予約しといたからねみたいな、これ誰、もう見つけたよ、行っておいでっていうね、今から行っておいで、まあね、内孫を抱えた可愛い可愛い内孫のね大変な時を何とかしたいっていう思いで、もういても立ってもいられんと予約しちゃったんですね。でまあ急遽やったんでね、旦那さんももう仕事行ったところで電話しました。普通ね旦那さん確かに理解はしてるんですよ、確かに理解はしてくれてるけど、それもねちょっと想像してみてほしいんですけど、普通の会社員です私、その状況で奥さんから電話がかかってきて、
いい霊媒師見つかったから娘を連れていくので休ませてもらってください。なかなかねこれね、あ、分かったってなかなかね理解力があってもできることじゃないんで、旦那さんもいや今日はちょっとその急に言われてもちょっと今日は行かれへんわっていう話になって、白っぽい人、まあ心細かったんですけど、緑っぽい人、これお姉さんとめいちゃんがまあ指定されたね関西某所の、これね僕も、まあ、近所ではないんですけど何度か行ったことのあるお寺で、ただね霊言新たかっていうの、まあ、その時僕まだ学生の自分でしたけど、未だにそういう噂も聞いたことはないんですけど、まあこの話だけでね、そういうあすごいところなんやなっていうのがちょっと分かったんですけど、まあそこの関西某所のね、お寺行って、まあ住職さんがいてましてね、お待ちしてます、お母さんからちょっと話は伺っております、どうぞこちらへということでね、普通のお堂に通されるわけですね。 PQ でこれか、住職さんにね、はあはあはあ、こう言われるわけですね。お母さん今からね私が結構ですと言うまでね絶対に目を開けず、さらに声もね何があっても出さんといてください、でないとちょっとそういうお祓いっていうのが無効になってしまうんですという旨をね、言われるわけです。お姉さんねもう学ぶ子の件もあるし家バタバタ言うてるし、なんか神話でしか聞いたことのないような、目を開けてはいけません、なんかね喋ってはいけませんみたいな、ちょっとえマジかよこれみたいな、私ほんまに現実におんのって思ったらしくて、もうねビビりにビビっとったそうです。でビビりすぎてもうそこで返事がもうなんていうの固まってしまってね、フリーズ状態でお姉さんずーっと固まったままボーっと住職さんのことを見てたわけです。でまあ住職さんもね、まあ、そう気づいたんでしょうね、あぶねえ、優しい口調でね大丈夫ですよ安心してくださいよっていう旨をね、話しされて、まあ、やっとこさそこでちょっとだけねほんまちょっとだけ心が緩んだみたいで、あはいって返事ができたそうです。で住職さんからねさらにまずお母さんが正座してください、でその上に娘さんを座らせてくださいね、ちょうどね正座した同じ方正座したお母さんで、その膝の上に同じ方向、お母さんと同じ方向を向いためいちゃんがちょこんと座ってる状態で、優しくちょっと包み込む感じで後ろから、娘さんを抱きかかえててくださいね。で準備、心の準備もそうですし、まあ、体制的にもこういう体制になってくださいねっていう体制もまあ整いましたらお声をかけてくださいねと言いながら、住職さんねよく見るカーツっていうやつありますよね、肩パチン叩かれるやつね、あの肩パチンの棒ね持ち始めてるわけですよ。もうお姉さんびっくりしますよね、あこれもう叩かれるフラグだったんやなみたいな。でねもう嫌やな、もうほんまにね某何やろ怪談師、有名な怪談師ね、もう怖いな怖いな嫌だな嫌だなですよね、もうほんまにね怖いな怖いなと思いながら、ただやっぱりね娘を持つ母親強しでね、娘のことを考えるといやいやもうやってくださいっていう気持ちですぐ切り替わったらしくて、お姉さんがねじゃあお願いします用意できました、住職さんはでは目を閉じてください、で お経を唱え始めますね。で住職さんがお経を唱え始めたちょっとしたほんまにちょっとしたぐらいでね、耳元でヒュンって言ったんですね。その後すぐにバチン、案の定バチンされたやつね、バチン棒でね肩叩かれたらしいです。ただその一発目叩かれた瞬間もすぐ分かるぐらい、身がね腫れてくる瞬間って感じたことありますかね皆さん。僕昔何度かあったんですけど、耳ずばれになっていってるわーっていう感覚ね、肌が突っ張る、腫れてくる肌が突っ張る感じ、それがねもうみるみる分かっていったらしいです。で
その瞬間、さらにね、同時に涙が痛すぎてポロッと出ちゃったわけですね。で、それね、一瞬、二瞬目、一瞬二瞬目ね、バチンバチンバチン言われて、三発四発、もうずっと連打されてたらしくて、もうボロ泣きなんですって。でね、ある時ね、シュッて音鳴ってバチン言ったんですけど、痛くなかったんです。で、感覚的に言うと、メイちゃんが叩かれてる衝撃なんですね。で、もう、お母さんとしては、もう、自分大人やのに、こんな痛くて泣いて、もう、我慢できひんぐらい痛いのに、なんでメイは、その、声上げたりとか、泣いたりとかしてないんやろ。この子もちゃんと守ってやってるんやなと思って、とりあえずね、住職さんに言われた通り、ずっと堅くなにね、その辺守ってしっかり声も出さず目も開けず、ただもう涙だけはもうボロボロ出てきて、耳ずばりはもうあちこちできてるの分かるんですって。で、ある程度ね、お経も終わりかけて住職さんが、はい、それでは結構ですっていうね、もう救いの言葉が出てきた瞬間、お姉さんパッともやけて、メイちゃんの肩掴んでくるっとこっちに向かそうとするんですね、心配で。で、メイって言って肩掴んだ瞬間、メイちゃんからね、スッと振り向きざまに、すっごい満面の笑みでね、お母さん気持ちよかったねって言ったらしいです。でね、これね、この後一切そういうことがなくなったんですって。っていうのがこの時に聞いたお話で、この時に聞いたお話っていうのが、1学期春先から夏休み前ですね。で、その後もちろんね、僕らも類に漏れず夏休みを満喫して、2学期が始まってね、みんな久しぶりって言って学校に行った時にね、エムちゃんが、ちょっとしんちゃん聞いて聞いてと、ちょっと食い気味にね、また食い気味に。エムちゃんが、ちょっとしんちゃん聞いて。この間の夏休みに、メイと一回プールに行った時の話やねんけど、っていうのが切り出されるわけですね。で、その内容っていうのが、メイちゃんが、プールで泳いでる時に、そろそろお昼ご飯を買いに行こうと思ってね。エムちゃんが、メイ、お昼ご飯何食べたいって聞くわけですね。じゃあメイちゃん、まあ焼きそばかなんか言ったらしいです。あ、わかったー、言ってね、その、売店的なところに行こうかなーと、メイちゃんから目そらそうとした瞬間に、視界の片隅でね、メイちゃん、ズボッと、プールの底に沈んだんです。エムちゃんは、ちょっとびっくりして、いや、何してんやろ、冗談じゃないって思ったんですって。なんでかっていうと、その時のメイちゃんが入ってるプールね、メイちゃんの腰までなんですよ。ズボって入っても頭ちょっとピョコンって出るくらいの深さなんですよね。で、うわーってなった瞬間、ちょっとね、周りも、え、何何みたいな、ちょっとなんか遊んでんのみたいな感じで見てたんですけど、一人の男の人だけね、すごい形相でそのまま突進していたんですよ、メイちゃんの沈んでるところに。で、その男の人がね、メイちゃんの手持つか持たんかぐらいの時に、助けてくださいって言ったんです。メイちゃんその時中学校ぐらい。お兄さん、大人?うん、大人って言ってましたね。で、その大人のお兄さんがね、その、女の子、中2、中3の女の子の手引っ張るとき、引っ張りそうになったときにね、助けてくださいって普通言います。で、M ちゃんもそれ、えってなったんですって。なんで助けてあげてよみたいな感じで、ちょっとふと思ったらしいんですけど、まあ、周りの男の人に、早くこの人、ちょっと自分も来てやみたいな感じで、みんないろんな人呼んで、まあ結局ね、3人がかりで、思いっきり引っ張って、よっこいしょぐらいでね、メイちゃん水面の上に上がってきたそうです。で、そのメイちゃん、まあ溺れてたわけですよね。
溺れてたにもかかわらず、メイちゃんね、ケロッとした状態で、そのままプールからバーって上がって、あ、忘れてた、やばいやばい、みたいな。ちょっとめっちゃ軽いノリで、あ、やばいやばい、あ、忘れてたわ、みたいな。ちょっと照れくさそうにね、ロッカーの方走っていたんです。で、M ちゃんは、まあ、お姉さんですからね。みんなに一応一通り軽くね、ごめんなさい、ありがとうございました、みたいな感じで、メイちゃん追いかけていくわけです。で、メイちゃん追いかけてすぐ見つかるんですけど、自分が、ね、使ってたロッカーの前に立ってて、メイちゃん、ブレスレットみたいなのしてるんですね。ロッカーの中から出して。で、それが何かっていうと、よくね、なんて言うんだろう。みんな、たまにね、腕にね、パワーストーンみたいな、の数珠みたいな感じのやつつけてる人いてるじゃないですか。まあ、ああいう感じでね、数珠の腕に巻く番みたいな。これをね、してたらしいんです。で、それ、何かっていうと、その、霊言新たかな、ところでね、お祓いをしたときに、これを肌身離さずつけときなさい。でないと、霊に、たたられ、触るって言うとったかな。そう、霊障がありますよ、っていうことがあったんで、まあずっとつけてたらしいんです。でね、これがないと、どうしても、引き寄せてしまうというか、バリアがなくなるっていうのかな。僕らにちょっとわからないんですけど、そういう話がありまして。メイちゃん曰く、それがないと、周り人だらけなんですって。一人の部屋におっても、周り人だらけって言っとったんですって。もう何かおるんでしょうね、やっぱりね。そういうのが見えてしまうのか、引き寄せてしまうのか。まあそういう体質のメイちゃんなんですけど、とりあえずね、メイちゃんロッカーから出て、パッて、そのロッカー、更衣室かな出たら、さっき一番最初に助けてくれたお兄さんが言ってて、メイちゃん指さしてね、この子って、見える子なんって言うんですよ。で、エムちゃんも昔のそういう話も知ってるから、もう、メイちゃんに至っても自覚してるから、あ、そうですよ、みたいな。軽いノリで言ったんですけど、いや、実は、メイちゃんを見ようと思ってたわけじゃなくて、なんか、違和感があるなと思って、キョロキョロ、チラチラ見てたらしいんです。男の人がメイちゃんをね、そのプールで遊んでるとき。で、何の違和感かを自分でもわからなかったんですけど、何度か見てたときに、おばあさんらしい人がなんか溺れて、なんかそこにおるな、みたいな。で、その人も見える人なんで、まあまあ、何かしらの幽霊なんか、何かの、見間違いとは思ってないんですけど、見える人は言っとったんでね。だから、その人を、まあ、いっか、みたいな感じで、ちょっと違う方向向こうとしたときにね、そのおばあさんらしき人の手が、メイちゃんの足首にシュッて近づいたんですって。その瞬間、メイちゃんがズボッと溺れたから、あ、これ自分の手だけじゃ力負けるわっていうのがちょっと、今までの体験だってあったらしくて、で、すぐに助けてくださいっていう話をしたらしいです。でね、これね、この話、基本、これで、メイちゃんのお話終わるんですけど、メイ、このメイちゃんのお話ね。ただね、やっぱりこの子ね、あと何個か話があったのは覚えてるんですけど、僕もちょっとね、古い記憶なんで、また思い出したらね、メイっ子のメイちゃんの続編などお話できたらなと思います。でね、この間ね、ちょっと、話の内容は怖い話系なんでしょうけど、うち今ね、この動画撮影してる部屋、この隣の部屋にもう一つ、なんていうんやろ、事務机が3つ置いてある部屋があるんですけどね、そこの部屋に監視カメラ置いてるんです。で、その監視カメラ置くときね、もう半年ぐらい経つかな、半年ぐらいの間何ももちろん映ってないんです。もちろんね、設置するとき、仲間内とか、その関係者各位をね、みんな言う、口を揃えて言うわけですよね。なんか映るんちゃうみたいな。もう自分からしたらね、心霊動画とか、恐怖映像を見ながら、僕、一人で夜勤する、真っ暗な部屋で夜勤して、事務処理終わらせてしまうぐらいの怖いの好きな人なんでね。全然、映ってくれたらちょっと見たいな、ぐらいの、ほんまに好奇心だけで思ってたんですけどね。一回だけね、なんか、動作検知で、アラートがね、携帯に来るようになってるんですけど、一回だけあって、今まで。虫でした。どうしてもね、動いてしまうものを反応してしまうんで、
ただその1回だけやったんですね。で、今7月なんですけど、7月の頭の土曜日ね、僕ちょっと知り合いの業者さんとお呼ばれしてご飯食べてたんですけど、その時にアラートが鳴るんですよね。動作確認しました、検知しましたよ。まあ見てみるわけですよね。いや誰か入ったんかな、でもなーって思いながら、またもしかなーぐらいしか思ってなかったんですけどね、何か映ってたんです。でこれね、虫じゃなかったですね、多分ですよ。虫かもしれんけど、え、こんな虫ほんだらどこにおんのと、部屋の中のどこに入ってくんのっていうような。でね、その監視カメラ、モーション機能、モーション感知があるんでね、どうしても周りの周囲、そこのカメラの周囲には何も置かんようにはしてるんです。誤作動を起こしたりとか、何か引っかかって動かんくなったとか、まあそういうことがないようにね、周りは何も置いてない状況で、まあ多分ね、これ口で言ってもね、わからんと思うんで、一応動画とそのこういう状況のカメラですよっていうのだけね、現状の写真はね、最後の方に載せようかなと思ってますんで、皆様お楽しみに。ではね、今回夏っていうことで怖い話してみましたけど、僕的には続けたいなと思ってるんですけどね、拒否反応を示す方もねおられるんで、まあちょっと様子見持ってね、怖い話していきたいなとは思ってます。まあ最悪別チャンネルで怖い話してもいいんだなとは思ってるんでね。まあそれではとりあえず今回はね、この辺にして、ではまた後ほど。